リックファンローイは、ベルギーの元自転車競技選手。史上3人しかいないモニュメントと呼ばれる後、大クラシックレース全制覇を果たしたほか、世界自転車選手権においても、史上5人しかない2連覇を果たし、キングオブクラシックの異名を取った。ファンローイは、典型的なスプリンター型の選手であった。したがって、シングルでレースの制覇や、ステージレースの区間優勝に主眼が置かれ、その結果、 アマチュア時代を含めて通算492勝を挙げた。1952年のベルギー国内選手権制覇を引っ下げて1953年にプロへ転校。デビュー年度から毎年年間20勝以上を挙げたが、1959年には38勝を挙げ、グランツールにおいてもブエルター・エスパーニャではポイント賞受賞総合3位、ジロ。 で、イタリアでも総合4位に食い込むなど、レースキャリアとして最高潮を迎える。1961年は、ファンローイにとって、金字塔を打ち立て続けた年度となった。この年、モニュメントとしては取り残していたパリ・ルーベと、リエージュ・バストーニュ・リエージュを制して、完全制覇を果たしたほか、当時史上3人目となる、世界選手権の連覇も果たした。また、1963年にはツールド・フランスでも、 ポイント賞を受賞。1965年には年間42賞を挙げ、2度目となるブエルタのポイント賞も受賞。しかしながらこの年を境に次第に、陰りが見え始めた。ファンローイが衰退基調を迎えた頃に、同胞のエディ・メルクスが、日の出の勢いで勝ち続けるようになったが、ファンローイも依然として、クラシックレース制覇を果たしていたことから、 ベルギーの第一人者という地位を譲ったというわけではなかった。1969年の世界選手権前には、どちらをリーダーに据えるかについて、ベルギーチーム内でも埋め、ファンローイの方を選択することになったため、メルクスは自主欠場をすることになったという。しかしその翌年となる1970年に現役を引退した。世界自転車選手権1960。 1961モニュメント通算発祥ミラノ・サンレモ1958ロンドファンフランデレン1959万1962パリ・ルーベ1961億1962万1965リエージュバストーニュリエージュ1961ジロディロンバルディア1959その他ツールド・フランスポイント賞1回 通算7勝。ジロでイタリア。通算12勝。ブエルター・エスパーニャ。ポイント賞2回。通算18勝。ヘント・ウェベルヘム。1956億1957万1962。フレッシュ・アロング。1961万1968。パリツール。1959万1967。ベルギー国内選手権。1956。 19586日間レース、通算11章、ありがとうございます。